ニュースを伝えします。金正恩総書記をしのぶベラルーシ委員会が17日ミンスクで発足しました。委員会は偉大な金正恩総書記の逝去7周年に際して、総書記の革命的生涯と業績をマスコミを通じて広く宣伝し、総書記をしのぶ集いなど政治文化の催しを行うことにしました。不正室の偉人たちの不滅の業績と優れた朝鮮の社会主義制度を称える勝者の歴史、教育の桃源郷を見ると題した2冊の本がベネズエラで出版されました。ベネズエラの各界名士のほか市民多数、ベネズエラ駐在佐藤国名全権大使と大使館員などが参加した出版記念会で祝辞がありました。偉大な金日成主席の写真が載っている勝者の歴史という本は、不正室の偉人たちの正しい導きのもとに、朝鮮人民が年代と世紀をまたがる帝国主義者との対決で誇らしい勝利だけを収めたことと、敬愛する最高指導者金正恩委員長の抜きん出た英気と固い意志、比例のない胆力によって主家の朝鮮の偉業が世界に轟かされていることについて書いています。金正恩委員長の写真を載せて、全般的12年制義務教育制度の下で何羨むものなく幸せな環境で思う存分学んでいる朝鮮の生徒学生たちを紹介した教育の桃源郷を見るでは、アジアの朝鮮は世界の進歩的な人々が驚嘆してやまない理想郷だとし、尊敬する金正恩委員長に導かれる朝鮮の未来は明るく洋々としていると述べています。25日、ブラジル連邦超党派議員代表団、ロシア正教会代表団など訪朝客が国立山太陽宮殿を訪れ、偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記に敬意を表しました。朝鮮で金属工業の設備と技術の土台を固めることに引き続き大きな力を入れています。チェリョン鉱山では埋蔵量の豊かなポンチョン鉱区の開発を進めています。集計によりますと、今まで2万5000立方メートルの盛り土と1万2000立方メートルの切り取り作業などが行われ、ポンチョン工区への線路移設工事が終わりました。工区に引き入れた数キロメートルの道路の整備と数百メートルの区間の排水路の工事が成功裏に終わり、今鉄鉱石の生産のための捨て石処理付属建物の建築工事が同時に行われています。ポサン製鉄所では回転炉の酸素吹き込み工程を確立し、無塩炭の素粒子化の工程を構築することにも本腰を入れています。近代化工事が終われば、少なからぬ量の無塩炭を節約しながら、チチェ鉄、つまり国産の燃料と原料による鉄の生産をはるかに高めることが可能になります。朝鮮の国家科学院のレーザー研究所で実用的意味の大きいレーザー技術を開発しました。最近研究チームはトラックの生産工程の近代化に切に求められる炭酸ガスレーザー加工機を製作しました。これによって自動車工業にレーザー溶接技術を導入して、自動車の質を改善し、すべての機械部品の精密溶接技術の確立も可能になりました。研究チームはレーザー30円形態の測定装置も製作して、さまざまな大きさと形の水力タービンの羽のプロフィールを精密測定し、効率を一層高めるようになりました。敬愛する最高指導者金正恩委員長が父102年2013年11月26日平壌建築総合大学を現地指導してから5年が過ぎました。この5年間大学の教育と科学研究では誇らしい成果が収められました。ここの教員研究者の献身的な努力によって、2万件以上の電子カリキュラムが作成され、数十個の科目が開拓され、数百件の優れた教育方法が創造されました。1000件以上の科学研究の課題が遂行され、国の建築科学技術の発展に極力寄与することになりました。朝鮮で秋の植樹が活発に行われています。各地で今年の秋の植樹が始まってから現在まで1万ヘクタールの面積に数千万本の木を植えました。
チャガン道では昨年より3割増の木を植えました。シチョン市と南都市、チョンチョンとソンガン、シャンガン、チュンガンの各郡では計画より10日も繰り上げて木を植えました。ファンヘ南道では440ヘクタールの面積にチャンソンカラマス、チョソンゴシュなどを植えました。オンリル郡とチャンヨン郡、オンジン郡では秋の植樹計画をそれぞれ 6.2 割、2.9 割、0.4 割増で達成し、来年の森林造成のための種の採取と穴掘りも前もって行っています。パンヘ北道では適地と適正樹木の原則を守り970万本の木を植え、平安北道、ハムギョン北道、リャンガン道でも大衆挙げての運動で引き続き木をたくさん植えています。朝鮮の平壌映画技術者で20回作のスパイ物語の劇映画無名の英雄のカラー化が終わりました。ここの研究チームはカラー化専用の画像加工及び修正プログラムをはじめ複数の専用のプログラムを開発して白黒映画のカラー化を実現しました。カラー化された映画では豊富な視覚的効果によって劇中人物の性格の特徴と心理の変化、時代像がさらにリアルに再現されています。南朝鮮のソウル新聞によりますと、ソウル大学校のある研究チームが21日、南太平洋地域にまで朝鮮の女性たちを性奴隷として引っ張っていって、あらゆる恥辱を強いた日程の犯罪行為を立証する資料を公開しました。アメリカ国立文章館所に所蔵されていたマクミラン報告書には、1941年当時グアム島の知事を務めた海軍大佐マクミランが旧日本軍の占領下で捕虜生活をしながら体験した事実が収録されています。マクミランは報告書に、1942年1月3日旧日本軍司令官が部隊を整列させた時、司令官の後ろに75人の女性が列をなして立っており、すぐ軍隊の兵営に連行されたと書きました。また今回発見された文書の中には、米海軍が1941年から翌年までサイパン島に駐屯していた旧日本軍を尋問した内容に基づいて作成した慰安所の地図もあります。1945年9月10日に作成された軍政報告書にも、7人の慰安婦が検診と治療のためアメリカ民間病院に移送されたという記録があります。労働新聞26日付に、人権を運営するアメリカの醜悪な下心を解剖すると題したリー・スンゴンさんの論評が載りました。論評は、歴史的に誰それの人権がどうのこうのと喉がつぶれるほど喧伝してきたアメリカが、北朝鮮人権という敵視の鼓が擦り切れた今なお未練がましく幼稚な茶番劇を引き続き演じている。アメリカが運営する北朝鮮人権問題なるものは何の妥当性もないフィクションであり奇弁である。祖国と人民に許されない罪を犯し、親と子たちまでためらうことなく捨てて逃げた人間のクズたちが口任せに提供した偽りの証言がいわゆる根拠の全部である。こう述べ、アメリカの人権蹂躙の犯罪について詳細に指摘しています。そしてアメリカの対朝鮮人権騒ぎの醜悪さは公正さと公平さに欠ける一方的で偏見的な敵視行為である。過去日本帝国主義が840万以上の朝鮮の青少年を誘拐拉致強制連行して死の戦場と区役場に駆り出し、20万の朝鮮人女性を性奴隷にし、100万以上の朝鮮民族を無残に虐殺した特大の反人民の蛮行について、アメリカは一度もやり玉に挙げたり問題視したことがない。アメリカの東方のない茶番劇は共和国のイメージダウンを図って自分の制裁圧迫を正当化し、朝米協議で共和国の譲歩を引き出し、ひいては共和国に対する体制転覆の凶悪な企みを実現するのにその目的がある。アメリカはこれ以上無謀に振る舞ってはならず、変わった共和国の戦略的地位と体制の成り行きを直視し、分別のある行動を取らなければならない。アメリカにへつらう国と勢力も正義のための一かけらの良心や冷徹な知性があるなら、
人権擁護の看板の下で演じられるアナクロな対朝鮮圧迫の茶番劇に加担せず、自己の頭で考えて行動しなければならないと指摘しています。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は大ヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。ありがたい社会主義の国、キム・イルソン総合大学のアカデミー会員教授博士キム・ヨンワンさんの手記です。教壇に立っていつしか90歳を前にしています。そのためか私は学生たちに私の過ぎ去った人生についてよく話しています。何の心配もなく育った学生たちに自分たちがどんなにありがたい国に住んでいるか教え諭すためです。振り返ってみますと、日帝の植民地支配時代、朝鮮人なら誰もそうでしたが、私の家もやはり貧しさと悲しみの中一日一日を暮らしてきました。国がなければ個人の幸福もないということを骨身にしみるほど体験した私は、解放なった国にまたもや戦争が起きた時、銃を取って国を守る戦場に出ました。社会主義の国は私にありとあらゆる幸せをもたらしました。国では私の希望を押し明かり、当時のキム・イルソン総合大学の朝鮮語文学部に学ぶようにしました。生涯朝鮮語の歴史を研究して、朝鮮民族の単一性と優れた点を世に広く知らせることで国の恩に報いよう、これが私の決心でした。私は大学を卒業した後教師となり、一生朝鮮語の研究に尽くしています。これまで数十年間、私は多くの門下生を育て、論文と教材も多数執筆しました。国では教育と研究で成果を収めるたびに高い称号を授け、国際討論会などで優れたこの国と民族を広く紹介するよう取り計らいました。そして素晴らしい住宅も無料であてがい、人生の黄昏の今も教育に全身全霊を打ち込むよう配慮しています。私は何度も全国参戦同兵大会に参加して、敬愛する最高指導者金正恩委員長とともに記念写真を撮りました。国の解放前は路傍の石のように見捨てられていた私が、こうした幸せに恵まれるとは考えも及ばないことです。本当に社会主義の国あって、私のような指揮者も恵まれた人生を送っているのです。それで私は年取った今も、新しい世代を国の立派な人材に育てるために微力ながらも尽くしているのです。キム・イルソン総合大学のアカデミー会員教授博士キム・ヨンワンさんの手記をお送りしました。朝鮮は女性の天国、母親の理想国。世界は女性重視、女性尊重の施策のもと、幸せな生活を営んでいる朝鮮の女性たちに感動を表しています。ブラジルの新聞オラデポでは、朝鮮では女性たちが快ある生活を送れるよう、すべての条件が揃っているとし、次のように書いています。朝鮮で女性たちは、社会のすべての分野で活躍しており、社会的に優遇され、幸せな生活を営んでいる。政治生活に徹底的に参加しており、工業と農業はもちろん、国防と教育、文学芸術をはじめ各分野で重要な役割を果たし、国の自主権と社会主義を固く守っている。ロシアのタス通信は、朝鮮で女性たちは国と社会から尊敬され愛されているとし、こう伝えました。世界にまたとない労働者の宮殿として建てられたキム・ジョンスク平壌紡織工場の労働者の寮と、女性の健康増進のために建てられた平壌産院のマスバチ研究所をはじめ、諸村の至るところで女性尊重の施策が垣間見られる。恵まれた諸村の女性たちはこの上ない誇りを感じている。平壌産院のマスバチ研究所にて、
カンボジアのコー・バンインさんはこう語りました。マスクパーツの研究所院長、とても嬉しいです。カンボジアにもこのような病院がありますが、治療費が高すぎますので、一般の人は入院できません。私は昨日の練習が入ってみた部屋も見ましたが、細部にわたって全身の深い思いやりが感じられ深く感動しました。私も病気にかかりましたらここで治療を受けたい気持ちです。アイルランド貯村友好協会会長のイリーナ・マレンコさんは、貯村で真の意味での子どもの権利、女性の権利の実現を見るという文でこう書いています。女性が何の心配もなく社会生活ができるようあらゆる条件を保障する貯村の社会主義制度は、西側の女性にとっては想像上の世界としか思われないだろう。貯村は女性の権利が保障され、女性の尊厳が最高のレベルで保障される、女性の天国、母親の理想国である。世界の声でした。